今日からお世話になります。遠藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。店長の田中です。はい、お願いします。ね、うちの居酒屋は個人経営の居酒屋だから、はい、ね、自由に接客していいから、はい、あと威勢よく、はい、失礼がない、はい、接客初めて、はい、威勢めちゃくちゃいいね。ありがとうございます。ね、はい、じゃあ早速だけどさ、はい、練習してみようか。わかりました。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。はい、喜んで。はい、喜んで。いいね。ご注文をお伺いいたします。ご注文をお伺いいたします。完璧じゃん。ありがとうございます。本当に接客初めて？初めてです。緊張してます。あ、緊張してるんだ、はい。あ、でもお客さんが今来てるからさ。はい。ご注文いっちゃおうか。もう行くんすか？もう大丈夫だよ。今の練習通りにやれば。本当ですか？うん。わかりました。頼むよ。少々お待ちくださいませ。教えてないことやってる。あ、ひざまずいて教えてないのに。すごい新人だ。遠藤くん、ちょっと戻ってきて、遠藤くん。はい。何今？ちょっと緊張して、声が裏返っちゃいました。そんなレベルじゃないよ。声裏返っ、ああ言ってたよ。すいません。いや、ちょっと緊張してて。いや、怖いよ。怖がっちゃったら、お前さん。すいません。はい。すいませんでした。いや、それ怖がるから。はい。すいません。すいませんでした。いきなり言われたら怖がるでしょ。はい。大丈夫？緊張してんの？緊張します。じゃあ、もう一回練習しようか。はい。ね。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、いいね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、喜んで。はい、喜んで。ご注文をお伺いいたします。ご注文をお伺いいたします。いいね。本日のおすすめは、京風おでんとシーザーサラダ、サンマの池作りとなっております。完璧じゃん。すみません。教えてないことまでやってるよ。はい。じゃあ、そのまま行っちゃおうか。わかりました。ね。はい。少々お待ちくださいませ。完璧だ、ここは。
かなえちゃんに早く会いたすぎて早く来ちゃったな。今日は恋愛運最高だし最高の一日になるだろうな。独り言でかすぎるやろあのおっさんな。服かぶってるやん、恥ずかしい。席どこにし、はい、マッチングアプリのものなんですけど。え、マッチングアプリ？マッチングアプリでかなえちゃんに初めて会う、マッチングアプリのものなんですけど。なんすかその自己紹介。どっか行ってもらっていいですか？なんで？なんでなんすか？あ、ちょっと待って、どっか行ってもらっていいですか？いやいやいや、行かないですよ。だっていやいやいや、ちょっと待って。いやいや、なんすか、なんすか、どっか行ってもらっていいですか？なんすかもう。いや、ここで待ち合わせしてて、はい、来てすぐ分かるようにピンク色のパーカーに茶色いズボンって伝えてて。いや、丸かぶりじゃないですか。同じ服の2人がいるともう当たりと外れじゃないですか。当たりと外れ？外れの方かいと思われたくないんで、当たりの人はどっか行ってもらっていいですか？いや、その当たり外れがよく分かんないんですけど。薄毛でおじさんで太ってる、はい、外れじゃないですか。よう自分でそんなこと言いますね。どっか行ってもらっていいですか？いや、行かないですよ。だって僕は僕でここでやることあるし。当たりの自覚はないかもしれないけど、はい、外れなのは分かりますよね。なんて言うたらいいのそれは。でもあれでしょ、そのマッチングアプリでこのスマホとかでしょ。だから待ち合わせ場所変えますねって言ったらいいでしょうよ。来て外れになると思わなかったから家に携帯置いてきちゃいました。持ってくるでしょ普通絶対。来て外れになると思わなかったから。何なんすか来て外れになると思わへんかったからって。よくわかんないんですけど。どっか行ってもらっていいですか？いや、めっちゃ声でかい。静かにしてください。いや、あれはそのマッチングアプリで俺顔を乗ってるからそれでわかるでしょ。その外れのやつが直前に会うまで乗せるわけないでしょ。詐欺やんそれは。もうやってることで自分で自分で外れって言ってるし。どこが当たり？いや、こいつすいません、すいません、すいません、すいません。どこをどう見たら当たりになります？いやいや、おかしい、おかしい。今ここで言いやすぎて、うん、おじさんで太ってる、うん、貯金もない職もまともについてない、どこが当たりなんですか？悲しいなるって。今こんなとこでほら、なんかペアルックのカップルが揉めてるみたいになるから静かに。それは外れですよ。なんだこいつ、気持ち悪い。俺を見くびるなよ。いや、もうどうして自分で言うてて悲しなってるやないですか。もう泣かないで。ほらね、人の好みってそれぞれだからさ。ちょ、あれおじさんほら背が高いね。背が高いからほら当たり。背が高い人はねモテるでしょね。他は度胸がある。肝が座ってる。全然知らん人にほら話しかけてね、うん、当たり。他はすごい求めるやん。よく食べそう、うん、いっぱい食べる人ほら女の人からね、モテる。当たり。そんな食べません。知らんよそれは。それは知らん。どっか行けよ。なんで俺が今あなたを慰めなきゃいけない。かなえちゃん、はじめまして。え、私はあなたのこと当たりだと思ってる。あ、やりとりずっと見てたんですね。はずれか、俺。うん、まあでもよかったですね。あ、ほら、当たりやから。うん。かなえちゃんの見た目は、当たり外れ、どうとも言えんね。まあ、こいつ性格大外れ。